セクストゥス・ポンペイウスがいされたコイン・ナウロクス沖の海戦は紀元前36年9月3日にハン・カイサルを貫いたセクストゥス・ポンペイウスとカエサル派であったオクタウィウスとアグリッパを主力とする共和制ローマとの海戦。シチリア島、ナウロクス沖で戦われたため、この名がある。紀元前43年11月、カエサル暗殺後の動乱の中、いずれも カエサル派のオクタヴィアヌス、マルクス・アントニウス、マルクス・アエミリウス・レピドゥスの3人は、国家再建3人に委員会を正式な公職として立ち上げ、第2回三党政治を樹立させて、オクタヴィアヌスはイタリア移政、アントニウスはギリシア移のヘレニズム世界、レピドゥスはエジプトを除くアフリカを分担支配した。セクストス・ポンペイウスは、カエサル・ポンペイウス戦争において、 紀元前48年9月にエジプトのプトレマヨス13世への側近によって殺害されたグナイウス・ポンペイウスの次男である。セクストゥスはユリウス・カエサル独裁後もハンカエサルを貫き第二回三党政治にも反対してシチリア島を本拠にイタリア半島を海上封鎖した。これにより共和国ローマとセクストゥスは紀元前38年より戦争状態となった。 海上封鎖を続ける最後の反壊サルハセクストゥスに対し、オクタヴィアヌスは軍を差し向けたが大敗した。その後、ナウロクス沖の戦いで、マルクス・アントニウスの支援とオクタヴィアヌス復讐の部下、マルクス・ウィップサニウス・アグリッパの活躍により、紀元前36年9月3日セクストゥス軍を撃破した。なお、アントニウスがオクタヴィアヌスの援軍に応じたのは、 カエサルが成し得なかった自身のパルティア遠征勝利のため、オクタヴィアヌスに歌詞を作ろうとしたからであろうと推測されている。この直後レッピルスが打倒をオクタヴィアヌスを企て、シチリア島を独占しようとしたものの、部下がオクタヴィアヌスに通じて失敗、同年中に失脚した。その後、セクストス・ポンペイウスは、紀元前35年に昭アジア西海岸のミレトスで捕らえられ、 処刑された。ありがとうございます。